はいどうも、テヨティです。ヘンリー・スティックミンコレクション。今日が最終回になりそうですね。CTM エピソード5やっていこうと思います。前回から日本語入れてるので、まあ、ちょっと日本語早いんで、あんま読み切れなかったりするんですけど、え？何？何かと何かを選ぶってこと？何何？待って、人で行ってみるか。どういうこと？え？カルトの待ち合わせ場所はここでいいのよね。あ、来たみたい。カルトは昔一緒に仕事したとかなんとか言ってたけれど、あなたが彼を信頼してるなら大丈夫でしょうけど。おい、ヘンリー、また会えて嬉しいよ。そちらさんはお友達？エリーよ。ヘンリーの友達なら、じゃあ、俺の友達同然だな。迎えに来てくれているってことだな、こいつが。隊長のこと覚えてるか？隊長はこのことを許可せざるを得なくなったんだ。またあんたの手を借りなきゃいけなくなってね。またやつら。まあ、それが私自身できる精一杯ね。彼なら助けてくれるわ。よかった。空に上がったら詳しく説明するよ。今までのエンディングのやつを持っていくことができるんだ。ストーリーがそれぞれあるんだ。めちゃめちゃ深いね。だから、まあ、このミサイルを止めろと。俺とヘンリーがいいチームだったから俺たちが阻止できると信じてるみたい。ヘンリーと私だっていいチームよ。私もそこに加わる。3人パーティーで行くってことな。よしよし、いいねいいね。人を選んで正解だったんじゃない。まあでもな、ダイヤとかも欲しかったけど、これ以上近づく無理だな。撃墜されちゃう。ああ、どこに下ろそうかのパターンね。まあ羽じゃない、やっぱり飛ぼなんでそんなアホな飛び方しかできないの。あ、続くのか。続かないよ。じゃあこれ、不気味なぐらい順調ね。あ、来れてる。で、計画は？ロケットの発射を止めなきゃいけないんだもんな。遅れても容赦なく置いていきますのでご了承ください。すぐ行った方がいい。よし、じゃあビルド前から見たくなってきた。ドラゴンクエストモンスターズだっけみたいな。モンスターじゃない、あ、足りなくなった。いた、うん、なんか落ちてるYou dead、 死んじゃった。じゃあこれ、あー、これドンキーコングのやつじゃんいいよいいよ、いけそういけそう。コンボタイムネット、あ、ネット間に合わなかった。もう一回コンボタイムネット、いいんじゃない。痛い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 、下手くそなコンボしやがったあいつ。じゃあキャノン、実はこの台本マジで人間撃つ用なんだぜ。面白いだろ。大丈夫？おお、痛そう。あ、でも成功したってことか。もうこうなった時点で飛べないでしょ。でしょね。じゃあフュージョンドラゴンボールみたいになってる。お、できたぞ。さあ、勝ってきな。ここは俺がやろう。フュージョン程度でこの、おい、フュージョンなめんなよ。お、大丈夫？時間制限時間ない？大丈夫？ポタラの方がいいんじゃない？海洋進化行ってポタラもらった方がいいんじゃない？やられてる
いや、それ、ヤムチャのやられ方。これ、ヤムチャの よく見るヤムチャのやられ方だから。面白いな。いろいろ見れるだけでも楽しい。クリック、ん？音もなくなったぞ。This is a to use 何？ユーミン。うわ、ボッコボコにされてる、ボッコボコにされてる。ダメってこといいんだよな。あれ？今、どれ選んだ？こっちでいいか。何それ？何が始まる？もしかして不思議な踊りでダンスを巻き込むやつ？いいんじゃない？それ。よし、巻き込んでみんな楽しんでるところを お前も乗ってんのかい？あ、いいよいいよいいよ。やっぱね、平和、ピースフルな、なんとかなったわね。なったのか？バレてるけど、てか窓開きっぱなしだけど大丈夫これ。軌道に乗る前に何とかしないと。計画を早く立てよう。いや、もちろん俺のプランでしょ。ヘンリーに考えがあるみたい。つまり、ふんふん。ほう。それで。なるほど。いいね。いいアイディア。じゃあ、あんたたちは行動に移ってくれ。誰だ？あ、コックピットをジャックするパターンね。自動操縦。オッケーオッケー。おお、ミッションコンプリート。お、すごいな。なんでこった、信じられねえぜ。で、結局ロケットはどこへ送ったんだ？どこ行った？ああ、ウォールか。とても楽しかった。また一緒に任務することがあれば気軽に呼んでね。そうでしょ、ヘンリー。エンディング TT。 あ、いっぱいありそうだな、確かに。ちょっと他の見ていこうか、とりあえずは。これ。傘。あ、これはこれでいきそう。管制塔の窓に、あ、複数の侵入者発見したぞ。あ、撃たれた。まあ、そうなるわな。よし、頑張れ。何それ。あっさりいかれたね。じゃあ、あとは、か、これ時間のやつか。ハンド、捕まえた。ハイタッチ。終わっちゃったね。あ、違う違う、間違った。あ、見ないパターンも見よう。あ、ぶつかって終わりね。オッケー。で、これか。あ、エイリーズプラン。よし、聞いて。私のプラン。ヘンリーとしてエンジンに負荷をかけて爆発を起こす。で、俺らここから脱出して逃げるからってことね。了解、こっちは順番単位、急いで。で、爆発させて、で、20秒で逃げる。OK。あれ？彼はどこ？位置に着いたぞ。2人が見えないぞ。まあな、20秒の時間がそんなざっくりした計算じゃない。お、最高の計画思いついた。食堂の窓に正面からぶつかる。頭突きでもするつもり？いや、ヘリで来たら、理解できないな。帰りどうすんの？わかるんだ、ヘンリー、わかるんだ。話しすぎたな、話しすぎたな、話しすぎちゃったな。とりあえずでもこれでここは終わりか。で、違うパターンも選べるってことよな、多分。え、何にしよう。
こいつのパターンいってみる。こいつと、でもそれぞれストーリーいろいろ違うってことなのかな。これはトラックのパターンもいける。あ、全然違うじゃん。過去の回想シーンがこんなになってると。チーフなしでも計画は進んでるのか。ああ、全ての積み荷を電車に乗せてよ。キャラバンの任務は嫌いだね。そんなに悪くないよ、電車に座ってのんびりできるし。盗んだ物を全部見張るんだろ。俺たちの全財産をさ。本当に全部？ああ、本当さ。一つの車両に全財産が入ってるよ。護衛することはかなり重要な仕事さ。そろそろ行った方が良さそうだな。何これ。あ、プランを盗んだんだ。え、全然ストーリー違うね、選ぶものによって。面白、すごっ。最後のだけ分岐めちゃめちゃするんだ。あ、じゃあファイヤー、いけー。そっちかい。コントロールがないね。じゃあプロ。第三客車が戦車を襲われました。攻撃受けてます。すごい突っ込み方したな。列車の上にいます。現金輸送車に向かってる。あ、現金を積んでんだ。はい。あら、まあそうなるよな。じゃあはい、そっちに飛び乗って。よし、これ仲間だよね。違うの？違うんだ。仲間じゃないんだったらそうなるわ。はい。おお、かっこいい。あ、やったぞ。やつ逃げられた。しかもトンネルに入っておやん。俺がやらなくちゃいけないみたいだな。この電車カラフルで可愛いね。あ、電車止めるんだ。これが金庫なんだ。お、問題起こしてるのお前さんか。こいつがさっきのやつか。いや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 、ワン、なんだっけ、アンダーテール、アンダーテールだっけ、アンダーテール、アンダーテール、なんか違うな。なんだっけこれ、やったんだけど忘れちゃったな。ミスターマクベスアタックス。あ、選べる。あ、これなんだ。メルシー。あ、いっぱいある。スペア、ヒズノット。あ、いやいやいや、買わせんて。もう一回、じゃあ今度バック、アタックス。はい。ん？あ、戻るってことか。あ、バックって戻るか。あ、じゃあこれは1個しかないんだな。アイテム、ミラー。おお、やった、やったぞ。何のゲームだっけ、めっちゃ思い出したいな。ここからは入れない。反対側に回ろうぜ。バイエア、バイシー、バイランド。海でしょ。おい、かっこいい、すご、大掛かり。浮くよね。よしよしよし。ちょっと金目で重たいかなと思ったけど、うわ、これはマジでやばいって。来た、ミッションコンプリート。今回は仲間使わないで一人で行くパターンなんだね。はじめにあの仲間カード選ばなかったからかな。残念ですがボス、特に見つからない。戻ってこい。お、 LNE 取りました。エンディング、他も見たいな。あ、待って、え、あれ、これなんだ。あー、これか。あ、これまだ見てなかったんだ。ちょ、待って待って待って、ちょっと待って。メニュー、メニューじゃない、メニューじゃない、マップだ。マップでこれちょ、先に2個見よう。これやったしょ、これやったしょ。
ああ、こっちか。スロー投げてもらおう。ただのいじめじゃん。じゃあこれの、これあ、いいじゃん。降りてってちょっと時間はかかっちゃうけどね、間違いないんじゃない。いや長いなこれ、ちょっと長いな。まだ走ってんのか。なんなら迎えに行こうか。まあそれは疲れるよこんな坂道でも。他のやつらどうやって登ったのよ。なかなか大変なこと。いや他のやつら登れないでしょ。じゃあどうやってみんな中に行ったの。まあだけどなんか行けるやつあるはずなんだ。あなるほどね、どっちが前のパターンかみたいな感じなんだ。えこれででも全部見たか。あ見たね。じゃあ今度こっちでファイヤーやったからで、これもやったからこっちやってみよう。なんか俺の戦車だけ色違うんだけど。あっさり撃たれた。もうちょっとさ選ばないパターンか。撃たれた。よし OKOK でファイトしよう。あダメージ与えるんだ。ダメージ与えない、あダメージ与えない人を殺さずにクリアできるゲーム、それがアンダーテイルじゃなかったっけ。合ってるような気がするけど。アクト何 This money and even 早い。何なるほどね、なるほどね。どっけこれが、あー C じゃないパターン。ランド行こう。そのまま山行くと、あ別にこれはこれでいけそうだけどな。まあそっか、でも着地っていうかトラックすげえとこ登ってる。飛ぼう。おお、そういう飛び方。でもあの着地さえ分かれば、あダメなの。なるほどね。オッケー、じゃあ違うのも行ってみようかな。これ俺選べないんだ、なんでだ。ダイヤのパターン、あこれによって右側の選べる選べない決まってくるんだね。ダイヤと女の子で行ってみる。エリー、エリーでも見たしな。でもそっか、このパターンと違うのかも見たいね。まあ、全部が全部ちょっとやってたらあれだけど、あこれ覚えてるかも確かに。あバイクで逃げたね。これ結構いいエンディングだったんじゃない。そっか、バイクで逃げてるからバイクで来てるっていうことになるんだ。長い道のりだったけどもうすぐよ。あやっぱこれは秘密基地のとこなんだな。逃走中なわけだし加わらない。捕まって。いやこれ仲間には入れてくれなそうだけどな。全部隊送り込め。他に政府も来てるようですが、これ政府？トパトと交戦中。ヘンリーとあの女に集中しろ。俺らの方が政府よりあれなんだ。大丈夫？こいつら誰だ？ここから逃げましょう。ここにいたら格好の。撃てー！おっと、ワンイーチね、一個ずつ。コントローラーとウィングスで行こう。意味がわからん。意味がわからん。じゃあコントローラーと、あ RPG ゲームか。いいんじゃない。あそれでコントロールできるんだ。確かにな、そんな時間かけてるところじゃなかったな。ロープと RPG。 まさかの最後に当たっちゃったわ。全部ダメだった。ああいいじゃんいいじゃん。ああなるほどね。よしそっ、2人の敵が砲台に向かってます。お来れたぞ。やばい追ってた。あ捕まっちゃったよ。もう一人はどこだ。何にする。タイムマシーン使ってみよう。時間戻せるの。
お、だ、どんぐらい？ 2年前。You boys will never be fit for combat duty. 2年前。 I will personally see to it that you are discharged. あ、で、こいつら選ばれなくなったんだ。なるほど、あいつらじゃないやつってことだ。あ、来れないんだ、人いなくて。あー、なるほどね。え、面白、よく考えてんな。この塔の頂上に着いたら橋を渡ってロケットに乗り込みましょう。ここからね、OK。 突破と一族に加わるっていうのもあるんだな。オープンファイル、ロジェルデイト。あ、やばい、それやばいんじゃない。飛べるか、ブロック。マリオブロックがここでも出てきたぞ。あ、トパッド、こいつらトパッドか、仲間にして。あのや、俺たちのルビーを盗んでたな。確かに才能はあるな。加えてほしければルビーを返してもらおうか。動くな、その二人は俺のもんだ。あれ、奪い合い、やだ、モテる。どっちに行こう。トパッドのリーダーがここにいることが分かった。待って、あれはヘンリーか。ヘンリー、トパッドを倒すの手伝ってくれないか。わあ、どうする、めっちゃみんな来てる。あ、いや、トパッドでしょ、そこはもうトパッドでしょ。やった、トパッドの仲間、これは撤退だ。よし、ベルトを締めてくれ、発射するぞ。よし、トパッド一族になったぞ。こんなうまくいかなんて信じられない。え、初めてのパターンじゃない、クリアから俺から全て奪っていった。俺の名声も台無しにしやがった。お前の番だ、投げてやしまえ。宇宙に逃げたんだな、トパッド一族は。一旦ね、一旦宇宙に逃げてまた戻るってことか。これ絶対付き合うな。新メンバーを歓迎しよう、彼らは大事な時に本当に役に立ちます。またルビーも返すと約束しました。そうだな、ルビーを返してもっと大きいもの拾ってこうぜ。いいじゃん。あ、こっち側のパターン何個あんだろう。これやったから、これ雲みたいな、何これ。おお、何何、怖い怖い怖い、何これ、なんかのゲーム、ちょっと分かんない。え、コンプレーザーミッションエラー、たまにこれ出してくるね。ゲームをやり直したみたいな感じなのかな。なんか人形みたいな、あれ、あ、バグってる、チートか、チートしてんのか。あ、なんかちょっと変わってる。じゃあこれ、煙で消えるってことか。それマジで言ってる。いや本当にマジで言ってるそれ。ここはこれ、いや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 、こわ。今度右のやつ、何、キャッチ。バーカ。で、今度は何もしないパターンね。したら、ヘンリーだけ落ちてくるのかな？オッケー。これで全部見たね。オッケー。で、これが？あー、そうそう。二人で生きてこうぜ、もう。かっこいいな。ヘンリー、かっこつけて。これはかなりのピンチね。どうする？いやもう早く、もうそこまで行ったら手離せないぞ。どうする、宇宙空間まで来たけど息できないでしょ。まあそうだな、そうなるわな。じゃあセーフ、あ、ウォールってウォール一派なんだ、あの壁の。こいつらはこいつらでなんかギャングみたいなチームなのかな、ウォール、ウォール一味みたいな。じゃあ
まあ、セーフに一旦ついてみるか。了解、今行く、乗り込め。さあ俺に案がある。この支えを打ち抜くんだ。全部隊が撤退する。いけー。確かにこうなったらもう飛ばないもんな。うん、いいんじゃない、これはこれで。っていうかこうすればよかったんじゃない。いやー、よくやったな。セーフの犬になっておけば。友人が乗ってます。言わなくても分かりますよね。ヘンリーか、そうだろ。あとはエリーだな。我々の監視下にあったからな。今日は世話になった。前回のこともあってお前たちが信頼できるなんて思ってもなかった。一つ借りができたな。じゃあ一つ言っておきたいけど、私たちの犯罪歴についての問題なんだけど。ああ、そう言うと思ってたよ。恩赦されるだろ。やった。じゃあもう罪なくなって二人でシャンパン飲んでんな。じゃあもう一個の方行こう。ウォール行こう。お前たち二人は二度と日の目を見ることはないぞ。マジか。自分たちから自首するパ、何これ、氷漬け。あ、これはダメなんだ。なるほどね。ちょっと待って。そうかそうか。でも待って待って、なんかメニューとマップ間違えちゃう。これも全部いったし。これってさ、ここのストーリーの筋みたいのは決まってんのかな。もう一個くらいなんかやってみて終わろうか。これと帽子、帽ハットハットの組み合わせでいってみようか。今回一人で行くってことだよな。全部クリアしてから選び放題だね。でもなんか一個選べないやつ何だったんだろうな。俺これどんな状態からなんだろう。いや、全部やってみないでまずクリアしてみるべきだったな。そっちの方がストーリー入ってきて面白いかもね。落ち着いて落ち着いて。意識を失ってひどい状態だったから私があなたを延命させたのよ。軍人の人体増強の専門家。残念だけど背骨と左腕は交換したわ。いや、でもどうせ棒だから、むしろ強くなって薄くなってるな。トパット一族、私も以前会ったことがあるわ。無理しちゃダメよ、あなたはまだ回復しないんだから。気になる？彼らは南に行ったわ、10時間ほど前にだけど。おお、すごい。あなた習熟が早い。頑張ってね。何この子。到着してから考えよう。我々ならきっと。ヘンリー、殺せライトハンドマン。カリオ回数が来たよだな。カットインみたいなの入った。なんか全部似てんな。あ、銃がいいっしょ絶対。あいつ改造してくれたんだ腕を、銃とかに。おお、後ろがガラギだぜ小僧。棒人間もこんなにかっこよくなるもんなんだな。いや、剣がでかくてずるい。ハンで背負ってるみたいな気分だ。頑張れ頑張れ、いけ。おー、どうだどうだ、いけるか。え、飛べるの。これで終わりだ。いけ。さあどう。お、勝ったんじゃない。おい、かっこいいぞ。刺した刺した刺した。相手のでかい剣をかわせたのか空中で。これはもう、え、貴様を、貴様を消してやる。元気玉みたいの使ってきた。撃とう、撃ち返そう撃ち返そう。それ撃てー。一周する、地球一周して俺に当たるんかい。まあでも相手に当たってると思うけどな。 Y タイプモード、何 Y タイプモードって。ビッグブラスト、なんかのゲームだろうな。ちょっと俺知らない。
ゲームかアニメかわかんないけど、まあ、なんかにはありそうだもんな。あ、で勝った。お、ライトハンドマン。ダメだ、高度が下がってる。こっから脱出しないと。やめろ、何をするつもりだ。エアーシップ、ドロップ、スタップル、エアーシップ。ん？どういうこと？いや、それ俺も大丈夫？何も考えないしのやつがやってる行動だけど大丈夫それ？ミッションフォール。何これ？じゃあドロップ落としてやろう。おい、それだけやめてくれ。うわー、なんかこれさっきも見たな、この光景。あれ、パラシュート持ってんのね。しかも頭から出るのね。なるほどね、頭にパラシュートつけてるパターンいいかもね。お、これか、これが正解だな。そのまま俺置いて船を降りるつもりか。あばよって、誰か落ちちゃう。あ、最後の時を一緒に過ごそうぜ。銃撃ってきた。どうなった、ぶつかったか、エアシップ。ん、こいつも生きてんのか。お前綺麗に生き残ったな。俺たちをやって何の意味がある。あ、意味の部分については触れないのね、言わないのね。まあでもな、相手生き耐えちゃったもんな。うわすごい大惨事で、命からから色違うけどな。リベンジ、リベンジしたっていうストーリーなんだこれは。これか、あー、ここだ。あとこれか。ゴゴゴゴゴゴゴ、ジョジョだ、ジョジョ。ほう、貴様はスタンドか。フーム、フルトは素晴らしい大会。リアン、わしの大丈夫がフローニー。ちょっとさあ、スタンド使い頑張れ。私もスタンドね。タイムのボトルがサンゾタイムは東京を止まれ。何、しかも日本語喋ってる。何これ、これなんだ、モッドのやつかな。ジョジョ好きな人には面白いだろうなこれ。本当にフィストなストップミー。本当にフィストなストップミーって何。おお、何、勝った、戻ってきた。え、どういうこと、時空操るスタンド、そんななんの。僕のサイバネティックは毒ですか。お前はオルタネットタイムラインの美容家。今日はヘンリー殺されません。ヘンリーは突破と許せありません。お前はよろしくない。このね、この日本語面白いんだけど。バカ者が、バカ者が、スタンドはサイバネティックですよ。私は起きなさい、私は起きなさい、起きなさいよ。じゃあ、タイムが閉まったには東京を止まって今死ね。英語で理解できないよりも意味わかんない日本語の方がもっと理解できないよね。あ、ダメだったんだ、倒したっぽかったけどな。ん、じゃあこれ見たから今度こっちか。あー、 Y タイプモードやったから今度こっちやってみようか。これ何、くっつけるってことかな。おお、受け止めたぞ。折れるなよ、折れるなよ、折れるなよ。あ、吸収するんだ。しきれなかった。しきれなかったね。あ、で、ここで終わりか。いや、面白いこれ。マジで、いろいろ見たくて止まらなくなる。もう一個行く？もう一個行く？どうせだったら。でもこれも全部一周したな。これ俺選べないのかな、なんでだろう。
全部俺撮ってるよね。なんか撮ってないのがあるのかな。まあいっか、どのパターンで見るかな。これとこれ見たしょ、これとこれとこれ見たしょ、これとこれにしてみるか。これ全部、これも選んだっけ、これとこれで選んだんだっけ、これあこっち選んだんだっけ、やべえ分からなくなってきた。ああいや、じゃあこいつとこれにしてみようか。うん、このパターンはやってないと思う。相棒との、相棒との思い出だね。ああ、また全然ストーリー違うじゃん。将軍、ああちょうどいいとこに来たな。2人が来るの待っていたぞ。さあすぐに始めよう。突発一族の残党がロケットを作ってると、残りのメンバーと物資を集めてる。また壊せってやつか、結局一緒か。このステーションを軌道に乗せてしまえば落とすことは不可能になってしまう。今はもう借りはないが、でもヘンリーに協力してほしいんだ。どうか一つの手伝ってくれ、大きな恩恵を与えよう。君とチャーリーは一緒にうまく仕事してて最適だと思う。チャーリー足引っ張ってなかった？どうだいヘンリー。 OK。 俺はこの池に大金を吸い込んでいる。期待を裏切らないでくれよ、二人とも。あ、一人だから着地場所を選ばないんだな。サムに狙われてないかな。サム？ TR エルフ？おっと危ない。もし先に進むんなら先にそいつを始末してくれ。これか、このロケットみたいなやつ。ドローイング A 描こう。オンリークラウド、何をしたのか知らないけどうまくいったみたいだな。よし、うまくいったの。まあでも見えなくなったらな。大丈夫か、すぐに乗船してください。あ、ここを見たね。早く中に入らないと。何？ああもう全然やっぱ違う。ジェットポット。いやバカなの？だって私方バカなの？ちょっと一つ目から行きたい。まさかのドローイングふざけてここに絵描いて終わるかなと思ったら、まさかのちゃんと言ってくれたから。なんだこれ？あ、キックか。そう、角度変えて。角度変えて。いいぞいいぞ。撃たれる。パンネル、ああなるほどね、線を切るってやつ、いいかい。ああこのミサイル全部サム東方から撃ってるに見えるけど、でもそんなはずないよな。俺はただそっか、線やっちゃって撃っちゃうパターンもあるのか。確かに、カップケーキ美味しいね。美味しいね。一番イラッとされるやつだろうな、このミスは。なんでお前お菓子食べててこっち見逃してんねんっていう。じゃあこれやったから、これなんだ、あんたのために床をテレポートしといたぞ。前に進んでこの上を渡ってくれ。本当に？やったな、あいつやったな、あいつそういうとこあるからな。よし、ヘンリー、ああこれを掴んでくれ。そしたら俺がヘリで運ぶ。あ、かっこいいやつじゃんこれ。これさ、だけどさ、握力なくなった瞬間マジで怖いよね。お、新しいリーダーどう思うよ。トパット族が全員いるみたいだな。トパット族って多いんだな、結構。お、金塊もあるぞ、金塊も。ああ、エンジンルーム行けと、で閉じ込めろってね。逃げ込む間俺が気を散らす。あー、どうしよっかな。テレビボードキャストやってみよう。あ、こいつの動きをやってくれるんだ。あ、テレビを見せて気をそらすってこと。いい案じゃない、テレビ見てもらおう。お前も見ちゃった。俺も見ちゃった。面白すぎるんだもん。
サブソニックウェーブ。なるほどね。全員気絶するから耳塞いとけと。よし。よし、今がチャンスだ。気絶してる。俺も漏れなく気絶してる。リモート突破。リモートハック。何やってる？あー、なんかよくダンス出てくるな。いいぞ、みんなダンス真似する。不思議な呪いみたいな。あ、いける。その階段を登ればすぐにエンジンルームにぶつかる。このロケット内部にエンジンルームがあるみたい。それ多分電子機器の制御盤か何かじゃないか。これか。ロケットは専門じゃないんだ、わからない。頑張ろうぜ相棒。まあじゃあ魚入れてみる。エンジンに問題が発生してる。あれ、うまくいったんじゃない。サージに点検させてください。エンジンを手伝うんじゃなかったのかい。倉庫から誰か送ってるから。エンジンを無効にしたから間違いなく時間が。あれ、うまくいっちゃった。俺の考えるにコックピットに上がりさえすればロケットの制御ができる。それから無効にすれば中の全員を閉じ込められる。で、援軍呼べば逮捕できると。いい計画だ。バグジュース。ん？ん？え、バグだから8ってハエになったってこと？バグ8。いやそんなところで。これの怖さを純粋に叩いて壊すパターン。エンジンの準備ができたようです。では出発しましょう。手伝っちゃったパターン、これはまずい。もう一個オフ。あ、パワーボタンあんじゃん。うん、それオフにしたらいいんじゃないの。Everyone knows off stands for offenser。 みんな知ってる。オフは攻撃ボタンみたいな感じ。え、そうなの。え、こんなことできんの。ワンピースに出てくるやつみたいじゃん。鏡の中に入れるやつ。何？いや、これなんだっけ。マリオの64のやつみたいな感じじゃない。もっとじっくり見たかった。やっぱでも任天堂絡みだからすぐやらないとあれかな。スワッパー、何ですかこれは。使い方読んで。お、あ、瞬間移動できるんだ。コックピットが近づいてきた。ロケットを完全制御できるはず。エンジンは直ったか。うわー、止まれ。ちょっと待て、お前知ってるぞ。飛行船のやつらを逮捕してやろうか。今度は残党を狩りに来たってか。ヘンリー、トラブルか。もしそうならフランクステーキ。いや待て、トラブルは何も言わない方がいい。あー、どうすかな。じゃあ、いや、ごちゃごちゃしてるわ。とりあえずチャールズが使えないってこと分かった。IR スナイパー、これやってみよう。やつらを倒すスナイパーがあるぜ。よし。ああ、いいじゃんいいじゃん。あんた撃つ可能性はない。おい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 、大丈夫かお前。どこ行った、スナイパー落とした。そしてこのトパット族もずっと喋ってんな。全然攻撃せずにずっと喋ってんな。スリープダート。ダーツ。眠るんだ。書類ネームを掘り返したんだ。あ、そりゃな、ガラスは越えないよな。音か。確かに音鳴らしたら向こう見るか。え、あ、びっくりして投げちゃったの。今だ。あ、弱っ。弱いぞこいつ。じゃあ援軍呼ぼう。お、来た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 。
ああ、ボス、こっから出なきゃ。政府がもう目の前まで来てる。ボス、せめて、こいつボスだったんだ。まあ、そっか。ボスがでも修理するかな。泣いてる。めっちゃ泣いてる。あ、こいつボスだ。イェイ。ナイスワーク、マン。Yeah, this is a... これは残党が連行されていってるんだな。素晴らしい働きだったぞ、2人とも。本当に2人は素晴らしいチームだ。秘密工作員に昇進させよう。あ、ヘンリーは入隊してないんだ。チャーリーと君はこれからもたくさん。いや、いっぱいある。1、2、3、4、5。いや、5個のエンディング見たね。まあだけどあんまりちょっと全部見せすぎちゃってもあれなので、これタブレットなんだな、スマホみたいな。うん、このゲームはここまでにしましょうか。面白かったね。一応クリアっていう形でいろんなパターンのエンディング見れたね。うん、いや面白かったです。ご視聴ありがとうございました。また次回よろしくお願いします。